大変よマリサ。おい霊夢。ノックもしないで勝手に部屋に入ってくるんじゃない。あら、マリサ、何をしていたの？別に、何もしてないぞ。それより日本の潜水技術が限界突破したらしいぜ。ほう、これは気になるわね。ということで今回は日本の潜水艦がついに潜水深度1000メートルに到達、中間には絶対不可能な技術をお送りするぜ。皆さんの意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。2023年3月、海上自衛隊の最新鋭潜水艦白鯨が就役したぜ。おお、大鯨型の2番艦。もうドキがムネムネ。ああ、兵庫県神戸市の川崎重工業神戸工場で同日、引き渡し式と自衛艦旗授与式があった。同工場で建造された潜水艦は白鯨で戦後30隻目。白鯨は日本の主力潜水艦総流型の後継となる、大鯨型潜水艦の2番艦として、広島の呉基地第一潜水隊軍第一潜水隊に配備されるぜ。いやー、待ちわびた収益よね。日本近海はどんどん物騒かつ臭くなってるもの。臭くなってる？どうしてだ？ほら、竹島付近は最近白菜匂いというか、核細菌が目に染みるというか。やめえ？大鯨型は、これまでの海事潜水艦の潮流に続くクジラの艦名を持つシリーズとなっている。白鯨は、全長84メートルと全幅 9.1 メートルは総流型と同じだが、深さは 10.4 メートルとなり、総流型より 0.1 メートル大きいな。これは海事最大の潜水艦となるぜ。基準排水量も3000トンとなり、総流型より50トン多いな。ほほう。それでマリサ、気になるお値段は？建造費は717億円。乗員は約70人。軸出力は6000馬力。水中速力は約20ノットだぜ。いろいろと新しいわね。そして現在、大鯨型3番艦神鯨が3月の就役に向け偽装中だな。1年に1隻ずつ就役していくのよね。そうだぜ。2020年度計画艦の4番艦からは、大型化したエンジンと関連装置を有する高出力の新機関が搭載される見込みとなっている。防衛省、海事は2022年3月の大鯨型1番艦大鯨就役によって、2010年12月の防衛大綱で初めて定められた潜水艦22隻体制総流型12隻親潮型9隻大鯨型1隻を完成した。そして白鯨の就役で、大鯨の試験潜水艦への種別変更が近く見込まれるんだ。大鯨が試験艦になるというの？そんな豪華なことがあっていいのかしら？そうだぜ。これまで新装備の試験は作戦用の潜水艦が持ち回りで実施してきたが、今後は大鯨が試験潜水艦となり、将来型のソナー装置や雑音低減の最新の水中発射艦など様々な試験を実施し、日本潜水艦の技術研究開発に向けていくわけだ。うん。これから実装していくのは大鯨型だからなのね。日本の海を守ってほしいわ。また大鯨が試験艦になることで、他の潜水艦は本来の任務に集中でき、稼働率が上がるぜ。なお、呉基地では1998年に就役し、現役最年長だった、親潮型ネームシップの親潮が3月17日に除籍した。親潮は2015年3月に練習潜水艦に種別変更されていたな。お疲れ様でした。長年防衛してくれてありがとう。ほら、マリサも言いなさい。おう、ありがとうございます。だがな、航続能力や潜航能力に優れた原子力潜水艦を持たない日本にとって、いかにして通常動力型潜水艦の能力を向上させるかは課題のままだな。そうね。日本は総流型の11、12番艦から従来の鉛電池に代わってリチウムイオン電池の搭載を始めたが、大鯨型は初めからリチウムイオン電池搭載を前提に設計された潜水艦だ。リチウムイオン電池は重量エネルギー密度が大きく、鉛電池の2倍以上あるため、水中航行能力が高くなり、潜航時間も大幅に伸ばすことができる。原潜ほど潜航時間は長くないけど、騒音も小さいし、各国の注目の的らしいわよね。そうだな。そして警告もリチウムイオン電池搭載の潜水艦を開発建造中だが、今のところ日本が世界初で唯一のリチウムイオン電池搭載潜水艦の保有国となっている。まねっこキムチには、もう飽き飽きしてるけどね。原潜を増強する C 国も、通常動力型潜水艦へのリチウムイオン電池搭載を目指しているな。どいつもこいつも。はぁ、視聴者の皆さん、日本も原潜を導入するべきだと思いますか？コメント欄で教えてね。さて、日本で潜水艦を建造できるのは三菱重工業と川崎重工業の2社だけとなっているんだ。C 国のスパイが入り込んでいる気がするわ。そんなわけないだろ。いや、そんなわけあるかもな。
両社が神戸の造船所で各年で建造し、日本全体では毎年1隻のペースで新たな潜水艦がデビューしている。これまで海自が約10隻の同型艦を建造している事実を踏まえれば、次世代潜水艦も今後10年程度での収益が見込まれるぜ。それよりもガンダムを作りましょうよ。また、日本を取り巻く安全保障環境を見渡せば、C国とロシアが原潜戦力を増強し、北朝鮮も原潜の保有を目指している。日本列島を射程に収める1500キロ以上の巡航ミサイルを搭載する新型潜水艦を実戦配備しようとしているし、台湾有事も現実味を増す中、海自の潜水艦が担う作戦任務と海域は拡大しているわけだ。防衛するにあたって、この凄まじくシビアな海域が日本の潜水艦を鍛えたのよね。間違いないな。しかも日本は専守防衛の様々な縛りの中で技術を高めてきたわけだ。日本の技術はだいぶ近隣諸国に流れ出ちゃった気もするけど、おいそれと真似できるわけないもの。間違いないぜ。そして2022年12月に策定された防衛力整備計画では、水中優勢獲得のための能力強化として、潜水艦に垂直ミサイル発射システム VLS を搭載し、スタンドオフミサイルを搭載可能とする垂直発射型ミサイル搭載潜水艦の取得を目指し開発すると明記されたな。原潜を作るかどうかは機密事項でしょうけども、もう作ってたりしてね。まあ、潜水艦は機密の塊だからな、警告以外は。この他、探知能力向上のための最新ソナーや各種 UUV 水中無人機、そしてこれら全てを搭載するための船体の大型化は避けられない。反撃する分のミサイルを搭載しないといけないものね。ああ、原潜でないならさらなる電力供給能力の確保が重要になるだろうな。こりゃやっぱり、原潜作ってそうだわ。そして東アジアでは日本のほか、C 国、K 国、ロシア、台湾などが潜水艦を保有している。ろくな国がないわねほんと。これらの国々の軍用潜水艦はどれぐらいの性能を有しているのか。今回は先行深度に焦点を絞って見ていこうぜ。お願いね。まず潜水艦の先行深度については性能を示す核心部分になるため、各国とも機密扱いにしており詳細は不明なんだ。マリサの上トーク、知らないことは機密か。黙れよ。当然、海上自衛隊の潜水艦についても防衛機密として公にはされていないな。だが日本のように潜水艦を独自に設計し、建造できる国はそう多くないぜ。例えば渓谷や台湾などは他国の輸出用潜水艦を導入し、運用しているだけだ。渓谷は国産と言っているけど、ドイツ企業の潜水艦を自国で組み上げてるだけでしょ？輸出用潜水艦は、販売するためにカタログスペックとして先行深度を公開していることが多いため、そこからある程度の数値は推察可能だ。また、C国も自国で設計し、建造しているものの、潜水艦先進国であったロシアの技術を研究するために、1990年代半ばから2000年代前半にかけて同国の輸出用潜水艦を12隻購入している。C国は2010年以降、自国開発の潜水艦をタイやパキスタンに販売しているな。安かろう悪かろうの船だけどね。カタログスペックでは、渓谷が運用する現役の潜水艦はドイツ製の209型と214型で、両タイプとも非原子力推進の通常動力型潜水艦だな。数字の小さい209型の方が古く、214型の方が新しいタイプで、先行深度は交渉で209型が約300メートル、214型が約400メートルと言われている。もともとポンコツと謳われていたものをさらに渓谷が組み上げるという、この潜水艦はもう。そして台湾が運用する潜水艦はかなり古い。4隻あるうちの2隻は、第二次世界大戦の終結前後にアメリカで収益したものを1970年代に中古で購入しており、すでに70年以上現役だぜ。そのため先行深度も100メートル程度しかない。哨戒機から肉眼で発見できそうね。残る2隻は1980年代後半にオランダで建造されたもので、オランダ海軍向けのズバールドフス級潜水艦の改良型だな。ディーゼルエンジンと鉛電池で航行する通常動力型であり、潜航深度は約300メートルと言われている。なお、このタイプもすでに収益から30年以上経つため、2020年現在ではここまで深く潜ることはできないだろうぜ。台湾は最近イギリスが協力して潜水艦を手に入れる計画があったわよね。今のままじゃ C 国を止められないものね。そんな C 国は今や東アジア随一の潜水艦大国だな。原子力潜水艦と通常動力型潜水艦、合わせて70隻以上を保有しているぜ。原子力潜水艦の最大潜航深度は不明だが、通常動力型潜水艦であれば、ある程度予測できるな。C
C 国の通常動力型潜水艦で最も数が多いのは2006年から運用が始まった原型だ。たくさん保有するのもいいけど、ほとんどまともに動いてないんでしょ？何十年かで廃棄と建造をローテしないといけないものなのに、ポンコツばかりで草。2013年にアラブ首長国連邦で開催された国際的な武器見本市 IDEX2013 において公開されていた。元型潜水艦の輸出タイプである S20 は潜航深度300メートルとされていた。300メートルか。2017年5月にタイが購入契約を結んだのは S20 の改良型である S26T だが、このタイプも潜航深度300メートルと言われているな。前述したように、C 国が潜水艦技術のフィードバックを目的に12隻購入した。ロシア製のキロ級潜水艦も、潜航深度が300メートル程度と言われている。ふむ。300メートルか。これらの情報から類推すると、C 国の元型潜水艦は潜航深度に関しては、おおむね300メートル以上400メートル程度だろうぜ。なるほど。それならば日本の潜水艦にはそれ以上の深度を求めたいところよね。だな。海上自衛隊が保有する潜水艦の潜航深度は公表されていないが、潜水艦のトラブル対処などのため海上自衛隊に配備されている潜水艦救難艦ちはやには、深度1000メートル程度においても救助活動が可能な DSRV 深海救難艇が搭載されているほか、同艦の水中作業員が過去、水圧に体をさらしつつ深く潜っていく飽和潜水という技術で、驚きの水深450メートルへ到達という記録を打ち立てている。は、1000メートル、あ、潜水艦救難艦ね。でもすごいだろ？そんなどやられてもね。まあすごいけども。アメリカのシーウルフ級原子力潜水艦の潜航深度は約500メートルと言われるが、海上自衛隊の潜水艦も同程度の潜航深度を有している可能性はありそうだな。軍事機密よね。ちなみに DSRV のような救難用の潜水艇を除いた、一般的な軍事用潜水艦で最も深く潜ったのは、旧ソ連の685型原子力潜水艦 K278 で、1985年に深度1027メートルという記録を打ち立てているぜ。ああ、米国と競ってた頃か。685型原子力潜水艦は、大深度潜航を可能にするため、船体構造にチタン合金を用いており、コストや静粛性をあまり考慮しない設計だったな。ほぼ潜水艇レベルだよね、それ。そして、2019年に海自はリチウム潜水艦オーリューを完成させたな。まあ、水中動力を変更したわけだ。従来、浮上状態ではディーゼル、水中では鉛電池と AIP 非待機依存推進と呼ばれる水中エンジンを用いていた。その後、リチウムイオン電池に改めた新機軸艦になったな。リチウム電池ってカメラとかスマホのバッテリーにも使われてる技術よね。ああ。日本は家電に限らず、海自の潜水艦に利用したぜ。リチウム電池採用により、水中行動力は一挙に拡大することになったのか。電池容量は8倍程度に増加。リチウム電池の容量は鉛電池の4倍以上あるからな。また、撤去された AIP エンジン部分にもリチウム電池が設置され、容量4倍の電池を2倍積み込んだぜ。で、8倍か。ああ。まさにハイパワー低コスト、抑止力もそこそこって感じね。コスパのいいイヤホンみたいな言い回しだな。でもその潜水艦で、海自は何をしようとしているの？海自はこのリチウム潜水艦で何をしようとしているのかといえば、南シナ海でのゲールデクルースだな。なんそれ？旧軍では巡洋艦戦略と訳された海軍戦略である。簡単に言えば、C 国海軍を分散消耗させる作戦だぜ。リチウム化による性能向上、具体的には長距離展開能力、戦域内移動力、接敵能力の強化はそれの思考を示しているぜ。また、AIP 撤去も従来の待ち伏せ主要からゲリラ戦への変化を示唆しているな。どこにいるのかわからないプレッシャーか。忍者の待ち伏せ戦法的な？ああ。海自はそれにより、C 国海軍力の分散を目論んでいるんだ。潜水艦を広範囲に行動させ、南シナ海あるいはマラッカ西方まで展開させる。それにより C 国に広範囲での潜水艦対応を強要するわけだ。また、C 国に南シナ海防衛を強要し、対日正面戦力の転用減少を狙うアイデアもあるな。静粛性が高くて、かつ長期潜航できるからこその戦略が可能か。原潜はうるさいからゲリラにはちょっとね。だな。海自潜水艦はリチウム化による電力容量8倍で長期潜航を可能にしたわけだ。静粛性を持ちながらね。速力2倍で消費電力を4倍としてもなお2倍の時間移動できる。また、8ノットで最大200時間、1600海里を移動できるぜ。しかも充電時間は従来のままだ。
リチウム化で充電速度も約8倍程度に上がるからな。充電電流量は5倍となり、電力量から貯蔵量への変換効率も 1.5 倍となる。つまり 7.5 倍だ。8倍容量の電池でもほぼ同じ時間で充電できるわけだ。なんだと？日本の技術力は化け物ね。計算上、鉛電池ではクレカラバシー管は2週間程度を要する。それがリチウムでは6日半になる。さらにはクレカラ10日で南沙諸島まで展開可能になったな。また、戦域内移動力も向上するんだ。同様にリチウム電池による行動力向上の恩恵だぜ。うん？これで南シナ海全体に脅威を与えられるわね。ああ。例えば台湾海峡で C 国艦船を攻撃し、4日間で南沙諸島に移動して再び C 国艦船を攻撃し、また3日間で海南島に移動して2度、C 国艦船を攻撃する。そんな行動ができそうだな。習近平が泣きながら白旗振る姿が見えるわ。そして、潜水艦は乗員数で400、600倍の敵海軍を拘束するとも言われているんだ。つまり、乗員65人の海事潜水艦1隻は、1海面で C 国海軍を3万人ずつ拘束する計算となる。3海面並行しての対戦線なら、拘束規模は合計9万人にも及ぶわけだ。想像を超えてすごい効果だわ。さらにリチウム電池による高速化の成果により、C 国艦船を攻撃可能な位置に収めるチャンスが増えるぜ。短期間で潜水艦脅威を顕在化できるからだな。そして移動先海面で短期に成果を上げ、すぐに別海面に転身できる。さすがの C 国も嫉妬を隠せないわけだわ。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。